東南区の南東部に位置する標高221.7メートルの山。東は坂町、呉方面、北は浅南区方面、西は西区方面、南は広島湾と大田川デルタを一望することができる。このため特徴的な形態とも相まって、特に東方から道路、鉄道を通じて広島に入る際のランドマークともなっている。昼は、 憩いの場として、夜は、広島市でも、有数の夜景スポットとして親しまれている。山麓の旧道沿いは、原爆投下に際して、大部分が山陰に入り、爆風の被害を免れたため、土蔵など古い建造物が多く残っている。また桜並木が有名で、毎年桜の開花時期には、登山道沿いに植えられた桜で、山が桜色に染まり、花見の名所である。 古くは一般に、バジ山、城山の名で呼ばれていた。前者は、形態、後者は山頂に城塞が築かれた史実に由来する、ものと考えられる。黄金山の名の由来には、諸説ある。瀬戸内特有の夕日に黄金色に輝いて見えたから、航海の安全のための呪しが天を焦がすほどだったから、麦畑の穂が黄金色に輝いていたなど諸説あるが、地元では、 白い実をつける南天の根元を掘れば、小判が出るという伝説が伝わっている。広島市中心部の大部分はかつては海であった。黄金山も、その当時は、江場、七山、宇品島、向海洋などと同様、広島湾に浮かぶ島の一つで、二歩島と呼ばれていた。二歩島は、広島湾に浮かぶ洋害の一つとして、重要拠点になっており、現在の山頂には、 二宝城が築かれていた。江戸時代になって、広島湾の干拓が進み、1662年、東新海の造成によって、二宝島は、七山、段原などと地続きになった。明治以後、黄金山は、行政上秋群、二宝島村の村域であったが、1929年、道村が、広島市に編入合併されてからは、二宝町の一部となった。 第二次世界大戦後の黄金山は、1956年の市営住宅の建設など一方で山腹の宅地化が進行した。と同時に1958年には登山道路が改作、1959年には山頂に TB 塔が設置されるなど、黄金山は公園として整備され、山頂には展望台やレストハウスなどが設置された。 1966年9月1日には、町名が変更され、黄金山緑地を中心とする地域は、二保町から分離されて、黄金山町となった。黄金山町は、当初二保小学校の学区であったが、1977年、二保町から分離して、黄金山小学校が開校すると、同省の学区に編入された。 その後1986年から1992年の日本南団地の造成により、2000年8月には登山道から日本中学校前を経由して、道団地を通り、日本車庫に至る広電バスの路線が新たに開業した。黄金山の山頂近くは自然公園、黄金山緑地として整備されており、山頂には展望台、トイレ、黄金山ハウス、 および地上アナログテレビジョン放送送信書などが設置されている。また、二保城本丸及び二の丸の石垣が残っている。黄金山緑地入り口手前には、黄金山住宅及び黄金山排水地がある。山頂に連なる周辺の丘陵には、観音寺、二保城で丸跡案内寺像、二保姫神社などがあり、麓の旧道沿いには、へっつい神社、西福寺、 大井町、住吉神社などの寺社、旧跡がある。山頂北側に位置し16世紀末、毛利氏時代に、二歩城主となった、三浦元忠の母大寺として建立された。寺の三号は黄金山であり、黄金山の名が、資料に現れる最初期のものである。境内には、元忠のものと伝わる墓所が残されており、かつては、元忠の法名を記したい廃もあったという。 現在は、無重となり、観音堂と破壊のみが残っている。なお、隣接する二歩中学校の校地は散布を切り開いて、建設された。夜11時からは立ち入り禁止広島市、中国新聞昭和46年7月17日、広島版9面二歩島に関するカテゴリー。ありがとうございます。